はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダービルドバルブ回転デラックススチームブレードです。はい、こちらもトランスチームガン同様にブラッドスタークとナイトローグの共通武器で、これ単体では剣の形ですが、トランスチームガンと合体することで銃剣状態のライフルモードに変形して超巨大武器が完成するんですよね。こちら側にはスタークのコブラフルボトルが付属してて、外箱をぐるっと見回すとスタークとナイトローグがそれぞれ乗ってますね。遊び方は通常攻撃プラスバルブ回転で3つの必殺技と、3種類とも最新まで使われておりましたが、デビルスチーム、ネビュラガスを相手に注入して速攻で怪人化させるっていう、とてつもない恐ろしいモードでしたね。別売りのトランスチームガンとコブラを組み合わせれば変身遊びもできて、ちゃんと専用音声も鳴るようですね。一体誰が変身するんでしょう。ではレビューしていきます。はい、中身はこうなってて、コブラフルボトルとスチームブレードの前後パーツ、これが2個のパーツに分かれてますから、ジョイント部分でカチャッとはめ込めばスチームブレードが完成します。まずコブラフルボトルはバットフルボトルと同じようなコンセプトで、絵柄部分がシルバー塗装で、ベースがクリアパープルで、ベストマッチはありませんからコブラの C で、上はくるっと回転して前でロックしますし、メカ的な部分はブラウンで、バットフルボトルと比べると配色そっくりですね。コブラの造形部分を近づいてみるとこうで、透明の液体パーツが入ってますからシャカシャカアクションもできますし、似たような見た目のコブラバイラルコアと比べるとこんな感じ。やっぱ似てるな。現時点ではまだ変身者と変身セリフはわかりませんが、トランスチームガンで変身遊びしましょう。同じようにセットしてトリガーを引けば OK です。変身セリフとサウンドはナイトローグとは大きく違いますね。もう一回。セリフ的にはコーブラー、コーブラーでファイヤー、必殺技。スチームブレイク、コーブラー。変身解除。そしてスチームブレード、全体をぐるっと見回すとこうで、正面、上側、下側で、各パーツを細かく見ると警告色がありつつ、ナイトローグ的な3つのカラーのパイプがあって、バルブからのスイッチパーツで銃口、スコープ、ブレードパーツがついております。トリガーがあって、さらに裏側は同じようなメカ造形になってて、電源、スピーカーとロック解除ボタンですね。ここを押しながら引っ張ると簡単に分離することができます。スコープ部分に特にクリアパーツは使われておりませんが、バルブが大きくある感じはスチームパンクっぽい武器でいい。で、ブレードは危なくないように軟質になってて、ただこれ単体だと割と短めで、ビルドが使う4コマ忍法刀とほぼ同じ全長ですね。思ったよりコンパクトめ。そしてスイッチはここのトリガーが押せるのと、バルブがくるくると回るのと、このパーツが上下に動いて、このパーツが左右に動きます。で、ナンバーが1,2,3と書いてあって、スタークが順番に動かしてフルボトルで攻撃しておりましたが、特にここはスイッチはなくって、単純にパーツが動くのみで、スイッチはここのパーツのみなので、特にこの辺はカチャカチャ動かしても動かさなくても音声的には変わりませんね。ではサウンドを確認しましょう。電源オン。スチームブレイド。スチームブレイド。
発光はなくてサウンドが鳴ります。でトリガーを押すと斬撃、これは1種類で長押ししても同じ。これが通常攻撃でシンプルで、必殺技。必殺技はバルブをくるっと回転すると待機音声が鳴りますので、鳴ったらトリガーを押します。半回転することにアイス、エレキ、デビルの3種類が鳴りますね。では順番に行きましょう。アイススチームで待機音でトリガー。はい、氷攻撃の音が鳴りましたね。さらに回すと、エレキスチーム。さらに回転。デビルスチーム。待機音は共通ですね。恐ろしい悪魔的なフハハハっていうセリフが鳴って、キャーっていう悲鳴まで鳴りますから、これで一般人をその場でファウスト化できますので、かなり危ない技ですよね。で、さらに回転すると、アイスに戻ります。あとは半回転ごとにループする感じですね。で、ここのパーツの番号に乗っ取って、一応ここ1、2、3で回転することで必殺技っぽいアクションができます。ただスイッチではありませんから、ここの前後とか上下で何かガチャガチャ音が鳴ったりとかそういうことはしませんね。なのでパーツアクションを組み合わせると、1、2、3。こういう感じで、よりなりきりアクションを楽しむことができますね。では次はトランスチームガンを使ってライフルモード。まずはスチームブレードをロック解除して分割したら、後ろのパーツをトランスチームガンの背後に取り付けて、で、反対側の銃口側にブレードパーツをセットします。ライフルモード。スイッチがここの内側にあって、合体時に銃口内側のスイッチが押されることでモードが変わります。ライフルモード。そしてめっちゃでかい。これは超かっこいい。さっきまでトランスチームガンは割とコンパクトめな見た目でしたが、一気に全長が伸びましたね。これでライフルっぽく使うことができますし、ここまで巨大な武器だと相当な満足感があります。さっき比較した4コマ忍法帳と比べると 1.5 倍ぐらいになってますね。そしてライフルモードでトリガーを押すと、ライフル攻撃。音が変わりましたね。トランスチームガンの銃撃音は、こうでしたから、こうが、より重厚なサウンドに変化しました。音声は1種類で、連射 OK で、長押ししても特に変わらず。一応こちら側のトリガーも生きてますから、押すと斬撃音を鳴らすことができます。そしてこの状態からコブラフルボトルをセットして必殺技。はい、待機音が変わって、ボトルが発光してますね。トリガースチームショットコブラ。ライフルモード専用の必殺攻撃音が鳴りました。もう一回押すと、同じサウンドが鳴りますし、ここをコブラからバットに切り替えると、
最強音声は変わりませんが、トリガースチームショートバートでコウモリの羽ばたき音も鳴りますから、専用サウンドが鳴りましたね。というか必殺攻撃音がやっぱブレイクガンナーっぽいな。あと全長が本当に長いので画角内に収めるのが大変で、第7話ではここにロケットフルボトルをセットしてましたので、それもやってみましょう。本編基準でいきます。パーツを上げてスライド、そしてフルボトルをセット。フルボトルチームアタック。スチームアタック。ちゃんとテレビ通りの連動サウンドが鳴りましたが、やっぱここでもロケットとか個別認識はしなくって、あくまで共通音ですよね。他のフルボトルでも同じサウンドが鳴るはず。高っ。フルボトル。フルボトル。待機音声かっこいいな。あとやっぱ発光してると目立つこの部分が。で、トリガー。はい、サウンドは共通ですね。やっぱ専用サウンドが鳴るのは敵側のフルボトルのみのようです。ちなみにライフルモード状態でもバルブ回転は生きてますから、ここをくるっと回転することで。必殺攻撃を遊ぶことができます。ただここのトリガーとは連動してませんので、ここを押すような感じですね。なので組み合わせればこっちでボトルをセットして、さらにこっちで必殺技を鳴らすことができます。なんかいろいろ恐ろしい武器。重さはそんなにありませんけど、とにかく全長が長いな。これは遊んでて超楽しい。元に戻すのも簡単で、ロック解除ボタンを押しながら引っ張れば取れますので、赤いボタンを押して外して、前後のパーツで合体すれば、トランスチームガンとスチームブレードに戻れます。そしてトランスチームガンとスチームブレードを並べるとわかりますけど、ほんと造形のコンセプトは全く同じですから、こうやって2個持って斬撃と銃撃で遊ぶとかなりファウスト側になりきることができますね。こういうの好きな男の子多いはず。ではコブラフルボトルをビルドドライバーと連動。コブラ茶色く発光して、やっぱり普通にトライアルフォームサウンドですね。ここに例えばバットを組み合わせても変わんないかな。お、敵キャラの変身ベルトっぽい。ベストマッチもならずで、トライアルサウンドのみですね。ただこれまでのフルボトルとは大きく違いますから、ダークライダーっぽい見た目がいいかも。はい、ということでナイトローグとブラッドスタークの共通武器のバルブ回転デラックススチームブレードを紹介しました。これ単体で通常攻撃プラス必殺技が3種類楽しむことができて、それなりに遊べるアイテムではありますが、基本はトランスチームガンとセット買いをして、ブラッドスタークへの変身遊びとか、ライフルモードでの必殺攻撃とか、いろんなパターンで遊ぶような形ですね。ただバルブ回転で必殺技とかはなかなかスチームパンクっぽさが出てますし、パーツが前後に分離する分、今後トランスチームガン以外の拡張の可能性もありますから、せっかくこの辺のパーツがいい感じなので、別のアイテムとも連動合体してほしいな。とりあえずいろいろ組み合わせて遊んだ感じは、購入優先度はトランスチームガンの方が高めです。
ですが、まあ、やっぱり2個ワンセットで購入することをお勧めします。以上、仮面ライダービルドバルブ回転デラックススチームブレードの紹介でした。